フランス・パリでクロワッサンやバゲット専門店15店舗を展開するメゾン・ランドゥメンヌは、7月14日フランス革命記念日に行われるパリ祭を記念して、7月10日から8月5日までの期間、東京麻布台店赤坂店でフランスウィーク2018を開催します。期間中はフランス南東部ローヌアルプ地域の菓子ブリオッシュ・サンジェニア、ピスタチオ、アプリコット、アーモンドなどを練り合わせたクーロンヌ・ボードレーズなど7種類の限定メニューを用意するほか、ランチメニューとしてフランス最古の肉牛シャロレー牛を使ったシャロレー牛ステーキフリットが提供されます。メゾン・ランドゥメンヌはパン職人の石川芳美氏とパティシエ・ロドルフ・ランドゥメンヌ氏の2人が2006年にパリに出店したブーランジェリーで、素材にこだわったクロワッサンやバゲットが人気、パリ最高パン屋賞をはじめ数々の賞を受賞しています。8月5日15時からは麻布台店で石川芳美オーナーのトークショーが行われる予定です。テーマはフランスでパン屋を始めて、本場パリの情報が楽しみですね。